俺がほな、あの、なんか文学からそれ出してや。いや、いいっすよ。全然いいっすよ。そうしようや。結果はそない変わらんでしょ、そんな。ほんま？じゃあこれを二人で一緒にね、行きましょう。それでは、タイピング対決。はい。よーい、スタート。ちょっと待って。ちょっと待って、これちょっと伊沢さん、はい、これはこれダメです。何がこれダメです。これはダメです。何がわかんの？ちょっとね、うん、あの精神的な精神的なダメージが。得意ってなんか得意。初代得意はあれなんでや。なんか思い出してまう。動揺してる。終了。ちょっと終了。おできた。はい。じゃあ答えいきましょうよ。いきますか。はい。チュートリアル得意は。得意は。で、アルさんに声をかけられたことがある。いや、ことはないです。ことはないです。ちゃうやんか、これはたまたま例文やんか。あの例文やとしても、うん、あるとは打てないですもん。そういう風には指は動きません。もう分かったわ、はい、もう全て負けやわ。すいません、対決すいません。いえ、チュートリアル得意君の数でございます。すごいわ。これからやりたいことってあるの？これからですか？パソコン使って。僕ね、あのショートムービー作りたいんですよ。また売り込みもうまいな。今ちょうどやってるやん。あ、ショートムービー。何こっついスッとしらじらしくいくな。いや、ほんまにそうやりたいの？自分で撮ってってこと？はい。あ、でも撮ってもう全部これでやります。あ、わかりました。じゃあ僕ぜひカメラマンで。贅沢な。ありがとうございます。ぐーっと。その時のじゃあ、ぜひ主演女優はこの方に。ダメです。これはダメです。この方はダメです。ちょっともうノータッチで。僕はもう関係ございません。誰やったかな？ん？じゃあだから、今は言うて、いや、言うたやつ、だから今日これ撮ったやつあるじゃないですか。うん、このモバイル野郎ね、はい。パソコン自慢の編集も全部得意がやるから、そこはちゃんとずっとやっていいね。ああ、そうかそうか。うん。これ誰ですか、ジュルさんは。じゃあ編集の方よろしくお願いします。ありがとうございました。またでは次回もし対決があれば、はい、遊びに来てください。お願いします、はい、どうもモバイル野郎パソコン自慢、次回もお楽しみに。